今週のクローズアップ宮崎、テーマはこちらです。今回は地域の力シーバソンと題してお送りします。はい、シーバといえば平家の落人伝説の里として知られる、日本の原風景が数多く残る素敵な場所ですね。そうですよね。今回は今年7月18日にオープンしたある素敵な場所にお邪魔してきました。では参りましょう。地域の力シーバソン。宮崎市から車でおよそ3時間シーバソンにやってきました。ご覧ください、この雄大な風景、上椎葉ダムを一望できます。これは発電用ダムで、総貯水量9155万立方メートルの日本で初めての大規模アーチダムです。ここから車でおよそ7分、椎葉村下福良に今年7月完成したのが椎葉村交流拠点施設カテリエです。ここカテリエの名前の由来を教えてください。このカテリエという名前なんですけれども、シーバにはカテリという方言がございまして、これは助け合うという意味でですね、シーバの人々が協力し合って暮らしを守ってきた、シーバの人々にとって大切にしている言葉です。これとみんなが集う家のような場所になってほしいという、その2つを合わせてカテリエという名前になりました。こちらは交流ラウンジと申しまして、おしゃべりやお食事、それからテレワークなど様々なご利用がいただけるスペースになっております。館内すべてフリー Wi-Fi を完備しておりますし、ボルダリングや卓球、スラックラインなどもあるので自由に楽しんでいただけると思います。交流ラウンジの横にあるのがキッズスペースです。たくさんの絵本や木のおもちゃがあり、お子さんが遊べ、子育て中のお父さんお母さんの交流の場になるかと思います。カテリエのスタッフとして働いているのが小宮松義さんと内久保真由美さん。2人は椎葉村地域おこし協力隊です。地域おこし協力隊は地方自治体の委嘱を受けて地域で生活し、持っているスキルを生かして各種の地域活動を行います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ここのお部屋もすごく素敵ですね。はい、ここはコワーキングスペースといって、村内外の企業さん、また個人の方も月決め料金を払って借りることができるんです。憧れます。こんなことも。東京出身の私、コロナ禍の影響で職場もリモートがしたい。そこで同僚の真由美と思い切って日本三大秘境の椎葉へ。全館 Wi-Fi 完備なので、どこでもリモート会議や打ち合わせが可能。ゆい、お茶でもしない？霧もいいし休憩しよっか。天気のいい日は外で、おいしい空気を胸いっぱいに吸うと英気が満ちてくる。雨の日は交流ラウンジでコーヒーを飲みながら一息。図書館もお気に入りの場所。好みの本を選んでゆっくりと熟読。仕事も遊びも一緒にできるワーケーションを存分に楽しんでいる。そうなんです。ゆったりモードでシーバソンからリモートを使って世界を動かすことだって夢じゃないんです。素晴らしいと思います。そんな熱いビジネスパーソンが集まる場所になるといいですね。はい。小宮山さんにシーバソン図書館ブンブンブンをご案内いただきました。とってもおしゃれでスタイリッシュで、なんだかよく知っている図書館とは違う気がします。よく気づきましたね。図書館全体を立体的なジャングルジムみたいな書架で作り込むことで、本と本がつながるように設計してあるんです。図書館の至る所に大きく掲げられた漢字の数々は、従来の図書館の分類にとらわれない新たな仕組みなんだそうです。こちらはシーバの風という棚なんですけれども、シーバの風土、風習、風景、シーバに関する本がたくさん並んでいます。そしてシーバって日本の原風景なんて呼ばれることがあるんですけれども、じゃあ日本の原点はどこなんだという ところを探る棚がこの日本人の心です。こういうふうに本と本も隣り合うことで結び合うし、棚と棚も隣り合うテーマで結び合っている、そんな工夫を全館に凝らしています。こういう本の並びだと新しい発見や新しい本との出会いもありそうですね。そうなんです。
館内には20箇所以上クッション、ソファー、ハンモックが用意されているので、1日ゆっくり楽しむことができます。これいいですよ。傾斜があるので首を上げなくても本が見える。読みやすい。最高。今後の目標を聞かせてください。図書館っていうのは息が長い事業なので、数十年、一世紀単位で村の利益を生む施設です。だからここで育った子どもたちが何十年か後にまた椎葉に帰ってきた時も世界に誇れる場所であるように、今大事な時をしっかり注力して過ごしていきたいと思います。次に内久保さんにものづくりラボを案内いただきました。おお、あ、木のいい香りそしていろんな機械がある。こちらのものづくりラボでは様々なデジタル機械を使っていろいろなものを作ることができます。こちらはどういう機械なんですか？はい、こちらはレーザー加工機といって、木に文字を彫ったりレーザーで焼きを入れます。今日私たちこういうものを持ってきたんですけれども、これで何か作れたらいいんじゃないかなと思うんですけど。大丈夫です。できます？できますか？できます。文字データをパソコンに読み込むと、あとは自動的にマシンが加工してくれます。あっという間に文字が印字されます。この跡がすごいんです。よくご覧ください。レーザーで木をカットしていきます。この間わずか40秒です。すごい。キーホルダー作りましたけどどうでしょうか？すごいですよ。え、見てください。教えて宮崎も入って、私の名前も入ってる、はい、しっかり彫られてていい香りもしてかわいい。それひっくり返してもらっていいですか？はい。あら、かわいい。この缶のキャラクターの小八郎と言います。かわいいですね。これは何ですか？これはゲーム感覚でプログラミングを学べるロボットです。事前にパソコン上にコースをプログラミングすることでその通りに走ってくれます。こちらではだいたい小学3年生以上を対象で学習メニューを考えています。このプログラミング小学生でできるんですか？はい。論理的思考や他のデジタル機器でのものづくりを体験することで将来仕事を選択する上でとてもプラスになると思っています。他、谷田さん、こんなものを作ってみたんですけど。これまたすごいですけど、分厚さもあってどうやって作ったんですか？はい、宮崎で初めてとなるショップボットっていうCNC の機械で作りました。ショップボットは木材などをデザイン通りに作れるマシンです。直線はもちろん、熟練の技が必要な曲線も糸も簡単に自動でカットしていきます。最新の機材がいっぱい揃っているということですね。今後の夢を教えてください。椎葉村では今年度から誕生からずっと続いていく木との触れ合いと題して、木のぬくもりを届けるプロジェクトが始まっています。椎葉村にあるいろいろなものを使って心に残るものを作っていきたいと思っています。皆さんも足をお運びいただき、椎葉村交流拠点施設カテリエの魅力を肌で感じてください。いや、ずっと気になってたカテリエなんですけれども、コワーキングスペースとしても集中して仕事ができそうですし、そうですね、図書館の本の並びがこう自分の興味がどんどんつながっていって知識と心を育んでくれそうな、そんな場所でしたよね。本当にそうでした。そして一番気になったのがものづくりラボなんですけれども、むーちゃんが持ってくれているこちらもね、はい、それで作ったものなんですが、最新のデジタル機器に触れることができるということで、子どもたちの将来の可能性というのも本当に広がりますよね。そうですよね。ぜひ皆さん足を運んでいただき、椎葉村のカテリエ楽しんでみてください。以上、クローズアップ宮崎でした。